はい、こんにちは、まつげです。今日もレッツゴーデイリーライフやっていきたいと思います。今日は白石蔵之介レベル3の第1話見ていきたいと思います。わかんないな、この4人ってなんか共通点あったっけ。全然出てこないけど、確か荷物が届いてるって。ああ、あったあった、これか。お、蔵様宛に荷物なんだろう。あれ、同じ箱が4つ。俺こんなに頼んでたっけ。アクト兄さんの時に出てきた段ボールじゃんまたコピペされてるんだけど、もしかして間違って頼んでもうたか。今回4つだし。あっちゃー、やってしもたな。深夜やったし寝ぼけとったかな。ねえ、寝ぼけるクラ様かわいい。おう、白石。お、バネさん。お、黒羽君や。てかクラ様何頼んだの。なんだ、お前も何か頼んでたのか。あ、これ一個あれ、バネさんの。お前もってことはなんやこれ、黒羽くんのか。あ、そうだ、てか宛名書いてないの。俺が間違えて4つも頼んでしもたんかと思ったわ。絶対宛名書いてあるでしょ。ん、俺が頼んだのは1つだが。え、あとの2つ。あそれが真田と東方が頼んだやつってことか。ほんならあと2つは。なるほど。ん、先客がいたか。いらっしゃい。おお、真田くん。もしかしてこの荷物真田くんの。そんなあれなの。まあ、でもそうか、まとめて持ってくるとしたら一緒に届くこともそんな珍しいことではないか。ああ、届いたと連絡があったからな。絶対ウサイヌグッズでしょ。限定ウサイヌグッズ。これで3人。もう1人は東方だよね、確かね。違ったっけ。おっと、みんないたのか。いらっしゃい、東方。荷物でしょ、荷物。誰や。え久々に誰って言われてた気がする。誰だ、誰だったか。いや、もうこれわざとでしょ、絶対。山吹中の東方雅美だ絶対わざとだよ冗談や、冗談。もしかして東方くんも荷物取りに来たんか。ちょっと待って、蔵様とマネさんは分かるよ、冗談でそういうこと言うの。え、真田も冗談でああいうこと言うんだ。じゃなくて真田だけガチで分からんかったんかな。そうだよ。お、ほんならこの箱の持ち主は全員判明したな。おお、同じタイミングで。みんな同じ箱だよな。もしかしてみんな同じものを買ったのか。え、あ、同じ箱なんだ普通にあれかと思った、ゲーム上の都合で同じあれ画像を使ってるだけだと思ったけど、箱一緒なんだ、みんな。俺が買ったのはこの筋トレ器具だ。あ、筋トレ器具だったんだ。ウサイヌグッズだと絶対思ってたけど。あ、俺も同じだ。え、同じなの。俺もだ。いや、同じかい、まさか。俺もや。いや4人でお揃いの筋トレグッズはちょっと面白いな。うわ、奇遇やな。え、みんな筋トレ好きな。え、そうなん。いや、真田はわかるし、バネさんもわかるし、まあ、東方もなんとなくわかるけど、え、蔵様も筋トレ好きなん。ああ、テニスに関係なく日課になってるな。いや、バネさんはまあまあわかる。俺も日課だな。東方もまあわかるよ。体を鍛えることは精神を鍛えることでもあるからな。俺も日々欠かさずに行っている。うん、真田も全然わかる。まさかこんなに同志がおるとは思ってなかったから、めっちゃ嬉しいわ。蔵様って筋トレ趣味なの。せや、せっかくやし、この後一緒にトレーニングせ。意外なんだがいや、してはいるだろうけど、そんななんか器具買ってまでしてるイメージはなかったな。お、いいな、俺も行こうと思ってたんだ。お揃いの筋トレグッズで4人で並んで筋トレすんの、おもろ。あ、悪くないだろう。みんなのトレーニングの話も聞きたいしな、ぜひ。いや、私その筋トレグッズ買ってないんだけど、ちょっと疎外感なんだけどほな、早速行こうか。蔵様ちょっと貸してくださいね、何回かやったら。お願いしますよ。はい、では
クラ様のレベル3第2話見ていきます。あれ、剣屋さん前いなかったよな。剣屋さんが増えている。部活ではみんないやいややっとるから、こうやって筋トレ好きが集まれるんは嬉しいわ。待って、クラ様筋トレ好きなの情報は知らなかったわ。せや、みんなは筋トレするときどんなところに気をつけてるん？なるべくなんか正しい姿勢でやるように心がけてるのと、あとは呼吸がなんか大事って言われたから呼吸も意識してやってます。そうだな、俺はまんべんなくかな。あ、部分の話ね、部分の話。テニスや海遊びではつかない筋肉を補うように意識してやってるね。わー、めっちゃ筋トレマスターじゃん。俺はトレーニング中の姿勢に気をつけている。あ、一緒一緒。正しい姿勢でないとしっかりと効果が出ないからな。基本的だが大事なことだ。いや、まずめちゃくちゃきつくてさ、姿勢を崩したくなるけど、その姿勢を崩すことによってすごく効率が悪くなるんだろうなと思って、その思いだけで必死こいて正しい姿勢でやろうと頑張ってる。俺は筋力を維持するトレーニングと筋力をつけるトレーニングとで分けてるよ。何その、なんか賢そうな方法。腹筋、背筋、腕立ては今ついてる筋力を維持するため毎日やっているが、なるほど。その他の鍛えたいところはその日ごとに筋トレをする部位を決めている。みんな筋トレマスターだな。やりすぎると逆効果だからな。やっぱやりすぎってダメなんだ。筋肉も同じこと言ってたんだよね。せやな、やっぱり何事もやりすぎはあかんよな。バランスが大事や。バランスが大事とか言っとったけど、え？もしかしてずーっと筋トレしてんの？キャッ！ふぅ。黒羽、その程度で限界か？いや、争うな、争うな。いやいや、そんなわけねえだろ。争うな、争うな。全員オーバーワークでしょ、これ。俺も、まだまだいけるで。クラ様。マジか。え、マッチョなん？クラ様って、そんなに。限界だ。東方、まだまだだね。ダビデの、ダジャレが聞こえてくる。バネさん、まだまだだね。もうあかん、腕が。いや、やっぱり真田が最強なのか。たるんど。いや、全員倒れるんかい、同じタイミングで。なあ、白石おるか。いや、このタイミングで帰ってくるの、剣屋さん。って、なんやねん、これ。いや、なるよな。いや、ちょっと話せば長くなるんだけど。ここで終わるの。剣屋さんちょい役なんだけど。ちょっとしか出てこなかった、最後。はい、じゃあ、クラ様のレベル3第3話見ていきます。あ、剣屋さんが、前回ちょい役だった剣屋さんがちゃんといるわ。いやー、助かったわ、剣屋。え？みんな、気を失ってたの？大丈夫だったの？ほんまやで。筋トレのしすぎで倒れたお前らを解放して、浴場まで案内してやってんから。あ、そうなんだ。倒れたの、結局あれ。全員瀕死状態だったの。ほんまありがとうな。もうここまででええで。え、またちょい役？よくないわ。今度はのぼせて倒れられたら困るしな。俺は見張り役や。ちゃんと付き合ってくれるんだ、優しい。悪いな、押したり。いや、ほんとそれな。全員反省しろ。かたじけない。かたじけないって。もし倒れたら俺がマッハで駆けつけたるからな。さすがなにわのスピードスター。頼んだぞ、なにわのスピードスター。え、東方な、え、東方の立ち合いはなぜ出てこないんですか？え、今喋ったん誰や？え、俺だ。そういうことね。おお、
さすがに無事に出てきた。いやなんかもうすでに服を脱いでるから立ち絵が出てこないだけかと思った。はあ、さっぱりしたな。ジャージを脱いでお風呂に入って同じジャージに着替えると。トレーニング後の風呂は最高だ。サウナとか入ってまた我慢対決とかしないかなって思ったけど大丈夫そうだね。うん、やはり汗を洗い流すまでがトレーニングだな。ああ、わからんでもないな、それ。真田君、ええこと言うやん。やりきったーっていう気持ちになるよね、風呂入ってる時が一番。ほんまに、今日は思う存分体も鍛えられたし、満足な一日やったな。いや、筋トレ組ね、筋トレ組、覚えとくわ。うん。え？寝ないでね。寝んな！芥川二郎化してる。あ、ナイル川や。いや何を言ってるの、倉様。渡ったらあかんってそれを言うならサンズの川やろ。絶好調じゃん。え、寝てない本当に。はっ、思わず次の渡りを待ってしもたかな。ステンフォージも賑やかでいいな。ステンフォージは賑やかだよ。よくわからん。真田には伝わらなかったらしい。まあいろいろあったけど、みんなと筋トレできたんは勉強にもなったし楽しかったで。いや、ここ伝わってないってことはやっぱり一番最初に東方のこと誰だって言ってたの、あれは素で言ってたってことだよね。俺もだ。いや、お疲れ様みんな本当に。ああ、たまには意見を交わして他者のやり方を取り入れるのも悪くない。ああそうだね、そういうのすごい大事かも確かに。え、でもそれをね、きちんと素直に受け入れられる人間性が君たちにあるからそれが成り立つのであってね、なかなか人の意見っていうのを素直に受け入れられる人っていうのは少ないからね。またやろうな。アドバイスやら。もちろんや。よし、またてか倒れないでね、次はね。せやけど、ほどほどにしや。いや、ほんとそれな。いや、寝た。寝るな。終わるぞこれ。今回は分かりやすい終わり方だこれ多分。ほら。いやー、剣屋さんお疲れ様っていう感じのストーリーだったな。はい、じゃあ倉様、筋トレ好きなのマジで意外だったな。知らんかった。倉様のこと好きだけど知らなかったです。じゃあ白石黒之助のレベル3のストーリーでした。ここまでのご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。